い、どうも皆さんこんにちは、ゆきでございます。ということで本日が3月の2日火曜日、時間がですね午前10時25分というところで今日の動画を撮影しております。今日皆さんに元気と情報をお届けしてまいります。ぜひ最後までお付き合いください。ということで僕のチャンネルでは365日休まず仮想通貨のチャートを追い続けてきた僕のチャート分析をメインに、その時になったリアルタイムの仮想通貨にまつわるニュースなどなど楽しくお送りするチャンネルとなっております。仮想通貨に興味があるよ、仮想通貨の投資を始めてみようかな、 FX やってみたいよという方はね、ぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して日々ね、動画を見続けていっていただくことによって僕とね同じレベルで、チャート分析ができるようになるっていうのがね、僕のね動画のテーマとなっておりますので、ぜひね日々日々こう動画を見続けていっていただけたらなというふうに思っておりますよ、というところでございます。ということでですね、今日も早速始めていくんですが、大阪は本日雨でございます。はい、それでもですね私は太陽のように明るく、動画の方で、ね、お届けしてまいりますので、ぜひね最後までお付き合いくださいよ、というところで、今日もですねちょっと一件告知から入らせていただけたらなと思います。ちょっとねもう長く、告知してきてしまってるんで、もう飽きたわっていう方もいらっしゃると思うんですが、一応ね今日初めて見ていただいた方にもね含めて、告知の方改めてさせていただけたらなと思います。僕のねおすすめしている仮想通貨 FX 取引所のバイビットもう一押しでございます。日本語の、ね、サポート対応してくれたりとか、あとは、ゼロカットシステムついてたりとか、まあ、要は借金を背負わないってことですよね。資産はゼロになってしまうことはあっても、マイナスになることはないよっていうところがまあポイントやったりとか、あとはもう一番はもう使いやすさ、もう使いやすさはナンバーワンでございます。はい、今から仮想通貨の FX やりたいよっていう方はぜひねこちらを登竜門にしてもらえれば、まあほぼほぼ間違いはないかなというところで、こちらのねバイビットをおすすめしてるんですが、そちらがですねただいま、初回入金ボーナスキャンペーンっていうのをやっております。3月の8日まで、来週の月曜日までになりますので、ちょっとねもうだいぶ期限が、迫ってきましたので、ぜひね急いでいただけたらと思うんですが、まずはねバイビットの口座を開設してください。口座開設は動画の概要欄に URL、バイビットの口座開設用 URL 貼り付けておりますので、そちらのリンクから、ユーザー登録画面に飛んでもらって、登録すると、もう正直バイビットのね口座登録やと1分でできちゃいます。めっちゃ簡単なのでぜひねやってみてください。チャートもね無料でもういろんなことできるので、チャートの分析の勉強がしたいっていう方もぜひね使ってもらえるといいかなと思います。はい、で、初回いくらでもいいから入金したら3000円、あとは額に応じて10万円相当、20万円相当、100万円相当入金すると、その額に合わせて5000円、1万円、5万円とね最大5万円のボーナスをもらうことができますので、ぜひねこの機会に自分のねリスクは引き下げた上で、そのねもらったボーナスを運用して増やしていくみたいなこともできるかなと思いますので、まあ本当にねFX の足がかりにしてもらえたらいいかなと、この機会ね、ぜひやってみてください。はい、というわけで本題に入っていきます。今日はね気になるニュース1件と、いつも通り、時価総額ランキング見て、ビットコインの円建て、ビットコインのドル建て、イーサリアムのドル建て、リップルのドル建てとね、チャート分析の方していきます。でそのね戦略構築のポイントみたいなところを解説していきますので、ぜひね、そういうポイントを、しっかりとね聞いておいてもらって、皆さんの、ね、トレードに、の参考に、ね、してもらえたらなというふうに思います。ほい、で今日のニュースがこちら。ビットコインの、指揮者は、クジラ艦戦争を指摘と、反転の予兆を示す、示唆する、5ヶ月ぶりのシグナルも出てますよっていうところでございます。はい、でまあ、この前ですね、この、昨日のこれニュースになるんですが、株式市場は、大きく反騰というところでございます。はい、米国債金利が、10年ものの、国債利回りの急騰を受けて大幅な下落を余儀なくされた先週の株式市場、まあいろいろこう、株式市場とかのニュースも挟んでおりまして、で、まあ、一方で、米国の追加経済対策などで、米ドルの価値が、これ、毀損ですね。これ、漢字難しいんですけど、名誉毀損とかの毀損ですね。はい、毀損。要は、物を壊したりするっていう感じですね。し、アフターコロナに向けた、物価上昇が織り込まれるようであれば、インフレヘッジを目的とした企業によるビットコイン保有における、大義名分が説得力を増していく可能性も見られるよというところでございます。はい。で、ちょっとね、一つ難しい言葉があったので、解説したいなと思ったんですけど、ここですね。ちょっと上に戻ります、すいません。新型コロナウイルスのワクチン接種が各国で進んだことや、米国における 1.9 兆ドル規模の追加経済対策が期待される中、コロナ禍の株高を下支えしてきた金融緩和、過剰流動性相場の思惑が後退しているよというところでございます。で、ここですね、テーパリングへの議論が進むと懸念が強まったというところで、テーパリングって何なんてなると思うんですが、これね、英語でいくとね、先細りとかっていう意味になるんですが、若干ちょっと投資用語は、他の意味も含まれます。はい。まあ、これ書いてあるんですが、英語のテーパリングのことであり、テーパーとは先細り、残念かなを意味する英語であるというところですね。で、これに対して、テーパリング、これ、まあ、要は、投資用語の方のテーパリングね。
とは、量的緩和、策による、金融資産の買い入れ額を順次減らしていくこと、まあ、要は先細っていくことですよね、結局は。で、出口戦略とも呼ばれ、雇用統計などの指標の改善に一定の成果が上がったとき、まあ、要はもうだいぶこう緩和してきたよって、いい感じで上がってきたよね、成果が出てきたよねっていうのふうに、まあ、政府が判断したという感じですね。で、時点で、量的緩和を縮小していく、まあ、要はこれも先細りね、を示す用語として使われていますよというところですので、このあたりはね、ぜひ、参考にしておいてください。はい。で、まあ、そういったところが、議論が進む懸念が強まったよというところも書いてあります。はい。で、まあ一応ですね、ここからビットコインの、話題になっていくんですが、ビットコイン、月が変わって、1日の暗号資産市場、ビットコインは、前日比プラス 1.87% の500万円、に再び戻ってきましたよというところと、まあ一時4万3000ドル、460万円まで下落して、底割れも懸念されたが、足元が売られすぎ水準。まあこれ RSI とかでも出てたんですが、急激に下がった時にね、RSI がまあ20、下回ったような形になったんですよね。要は売られすぎ水準ってやつですね。まあそのあたりまで下がってきたことを、受けての上昇があったんじゃねえかっていうことが書いてあります。はい。で、まあ個別銘柄の、ネムとかね、カルダノがまあアップデートであったりとか、シンボルのローンチであったりとかがあって、大きく上がってますよ、みたいなところも、書いてあって、で、そのね、前週比、前の週の日ですね。で、いくと、マイナス、ビットコインがマイナス 19% 超え、で、イーサリアムがマイナス 25% 超え、で、リプルがマイナス 23% と、いずれも暴落していることを踏まえると、まあ、明暗がくっきり分かれていることが分かると。で、仮想通貨市場の材料感度、要はまあ、高ファンだってやつですね。例えば今回で言うと、ネムのシンボル付与、新しいシンボルあげますぜってやつと、あとはまあその、メアリーですよね、メアリーちゃん、カルダノのアップデート、こういったところの高材料っていうのは結構ね、反騰する、急騰する、要因になりやすいよっていうことを書いてあるんですが、まあこういったところはだから、アンテナ広くね、しっかりと耳を、ダンボちゃんにしておけば、拾えるような仮想通貨もあるんじゃないのっていうところが書いてありますね。なので皆さんもぜひね、こういった、高ファンだかなっていうものがあれば、一度ね、チャートを見てみて買うかどうかっていう、まあ考えを、してみてもいいんじゃないかなという感じでございます。はい。で、ここからがですね、反転シグナルって書いてあるんですが、ウィリーウーちゃんが、ビットコインの未使用トランザクション出力を示す、アンセプテンドトランザクションアウトプットわかる？うん、僕にはわかる。UTXO から、VPOC、一定期間の価格帯別、出来高における最大ボリュームを算出と。で、4万5000ドル付近は強力なサポートであり、3万9000ドルまで下落するようなことがあれば、強力な押し目買いが起こりうると、言ってますよと、発言しておりますよっていうところが書いてあります。はい。なのでまあ3万9000ドル付近まで上がっ、下がってきた場合はまあ確実に買いよねっていうところ、まあ確実にっていうのはちょっとね語弊があるけど、買いを検討してもいいよねっていうところになるんじゃないかというところですね。はい。なのでまだ全然は下がりきってないってことですよ。まだ買い圧が入ってくるようなラインまでも下がってない。だからこっからもし上がっていくようであれば、やっぱりビットコイン強いよねっていうね、ことになってくるんじゃないかなというところでございます。はい。で、グラスノードのデータによると 10BT 市場の保有、アドレスはビットコインが5万ドルを超えた、2月、今年の2月ね、に以降に激減と。で、2月27日時点で過去2年間で最も少ない15万アドレスを割り込んだと。まあ、要はもう大口が売り切ったんじゃないかなっていうふうなことも書いてあります。はい。で、その一方で、スペント、アウトプット、プロフィット、レッド。ちょっと読まれへんけど、レティオが5ヶ月ぶりのマイナス圏に転じたことを指摘したと。まあこれ何かっていうと、これは購入価格と、売却価格の変動によって測定されるオンチェーン上の、利益率を、示したもので、1以上にあれば、利益確定で、1未満の場合は損切りを意味しており、SORP の、これがさっきの、スペントネチャカチャですね、はい。SORP のマイナス圏への転落は大口の利食いによる売り圧が衰えたことを意味していますよと。要はもうさっきも言ったみたいに、まあ、大口の売りがね、まあ、ある程度一旦落ち着いたんじゃないのっていうふうな、ことを意味しているというところですね。で、しかもですね、この、SORP、SOPR が、マイナスになった時って、大体ね、これね、価格推移見てもらったら分かるんですけど、大きく上がっていってるんですよね。まあ、要は買いのタイミングでもあるみたいなところは、まあ、若干ね、この、データで示されてるんですが、なので、ここからね、一旦上に上がるんじゃねえかっていうところで、まあ、昨日の時点のニュースなので、まあ、しっかりと上に上がってきたというところですね。はい。で、もう一個、ちょっとね、今日ニュースが、すごく大事なところが多かったので、ちょっと強めにニュース紹介しておりますが、クリプトクワントの、キーさん
CEO は、米機関投資家の動向について、米大手、取引所コインベースの資金移動は強力な買い圧力だと主張したと、コインベースプレミアムやステーブルコインのインフローも買い圧力を示唆、その反面で一部のマイナーの売り圧力を指摘するというところでございます。まあこれ書いてあるんですけど、コインベースアウトフローストロングバイということでですね、はい、いい言葉ですね。なんかストロングバイかっこいいね。はい、で一部のマイナーだけセル、要は売り圧になってるよっていうところで、なんでマイニングする人が、売り圧になるかっていうと、まあ結局要はそのパソコンとかをね、マイニングマシーンっていうのがあるんですよ。ムチムチマシーンみたいなもんよ。マイニングマシーンを、まあ新しくしたりもせなあかんし、プラスそれがねかなりの電力を消費するわけですよ。はい、なのでまあ中国のね、雨季、雨の時期はね有利やったりするんですけど、中国は雨の時期は、電力が、すごく安くなるらしいんですよ。だから中国にマイナーたちがいっぱいいてるらしいんですけど、まあそういったね稼働コストの捻出のために、売らざるを得なくなってくるんですよね。要は自分の資金を回さないといけないから、ある程度売ってその、コスト分は、ランニングコスト分は全部ね、ビットコインで払い出していくっていうことを考えると、絶対に売り圧となるというところも含めると、まあ、マイナーさんは通常ハードウェア、サイクルに、乗っ取り、最新のマイニングマシンなど機材調達や稼働コストの捻出のため採掘した BTC を定期的に売却する必要があるよっていうところが、しっかりとね抑えておかないといけないところで、マイナーポジションインデックスでにおける、観測では、今年1月の暴落時のピーク時よりも大幅に減少していることが確認されており、BTC 高値圏でマイナーが在庫を捌くことにより、売り圧は一巡すれば次第に落ち着くものと考えられるよというところは、しっかりと押さえておいてください。はい。一旦ね、ある程度こう、売りが、捌き切ったら、一旦落ち着くと。一巡すると落ち着くよっていうところも、しっかりと押さえておいた方がいいかなと。要は、もう無限に売り圧として出されるわけではないと。やっぱりマイナーさんたちもビットコインの未来はね、見てる人たちもいてるので、ある程度自分で在庫はしっかりと抱えてるとビットコインのね、はい、ただその自分の、ランニングコストとかを捻出するための、資金としてはある程度売ってはいくけどねっていうところだけ押さえておけばいいのかなという感じですね。はい、なのでまあ基本的にはやっぱりちょっとこう今の下げで結構また買い圧が入ってくるんじゃないかなっていうのが僕のまあこのニュースを読んだ、感想でございます。はい、というわけで今ニュースはこんなところにしておきまして、続きましてが時価総額ランキングでございます。はい、で時価総額ランキングね、ビットコインが、プラス 6% 強、31万ぐらいプラスですね。でイーサリアもついての、プラス 8%大きく上げてきましたね。で、エイダはね、先にちょっと上がってた分、ちょっと一旦落ち着いて、マイナス 2% ぐらいですね。で、その、間にですね、バイナンスが 15% プラス、バイナンスコインが BNB ね、が、プラス 15% 以上になってきて、また肉薄してきてますね。時価総額に関してもね。なので、このあたりはまた順位が入れ替わってくるかも。っていうところですね。まあ、ただ、全面的には、全面高かなというところですね。やっぱりもう昨日言ったけど、ビットコインにやっぱ釣られるんですよ。うん、ビットコインがやっぱり、もう本当に仮想通貨って、ビットコインはビットコインなんですよ。けど、仮想、例えばイーサリアムであり、リップルであれ、名前が売れてる、まあ今、カルダのね、ポルカドット、なんでもそう、IOSD もそうなんですけど、もうすべてはアルトコインなんですよ。ビットコインか否かなんですよね。結局仮想通貨っていうのは。はい、なので、まあリーダーのビットコインが上がったことにより、連れ上げ、みたいなところもあるんじゃないかなっていうところが、今の時価総額ランキングの、印象でございます。はい、というわけでね、チャート分析に入っていこうかなと思うんですが、今日はね、ちょっと、時間し、長めのところを日足から見ておりますよという感じでございます。で、一応ですね、今回の下げ止まりを得てですね、まあ、新しいチャンネルが引けるんじゃねえかっていうところで、一旦ね、前の、この辺りですね、この辺に引いてた、上昇チャンネルっていうのは一旦割り込んでるので消しました。で、新しい赤いチャンネルを引いてます。日足レベルでね。はい。まあ、一旦要はここ抜けてしまってるので、この青い、チャンネルもそろそろね、鮮度が落ちてきてるというところで、鮮度のいい、新しい、赤いチャンネルを引いてますよと。はい。で、まあ、ここで下げ止まったのであれば、次ね、チャンネルの上限を目指してくる、形でいけば、そうですね、6万9000、7万ドル付近まで上がってくる可能性があると。はい。ただこれ見てくださいね、めちゃくちゃ、もうあんだけ言ったじゃないですか。まあ、冷やしレベルではまだまだ全然終わりじゃないんやでっていう話をしたと思うんですが、これ見てください、めちゃくちゃ綺麗な上昇トレンド、まだ今もなお、健在なんですよね。はい。なので、このまま上昇トレンド継続であれば、7万ドルっていうのは全然見えてくるっていう話ですよ。はい。なので、ここはしっかりと押さえておいてもらったらなと思います。はい。ただまあ一応、鮮度は落ちたにしろ、青い、チャンネルですね。青いチャンネルの上限の線。まあちょっと古めの上昇トレンドの、上昇チャンネルですね。の上限の線と、その赤い、新しく引いた鮮度のいい、チャンネルになるかもしれないというところですね。の、中央線がちょうどね、被ってくるようなラインになってくるので、まあこのあたりの売り圧っていうのはちょっとね、意識しておかれてもいいのかなと。そこが大体、そうですね。
585万とかぐらいかな。うん、ちょっと細かい価格はね、だいぶブレが出てくると思うので言っても仕方ないかなというところなんですが、まあ一応これこのチャート上で読み取ると580万円付近、このあたりが、売り圧が入ってくるんじゃなかろうかっていうところですね。なのでこのあたりの価格帯っていうのはちょっと意識して見ておかれるといいかなというところでございます。はい、なので基本的にはこの上昇トレンドのトレンドね、新しく引けましたね。2点目がここが、まあ、3点目が出てくるようであれば、まだ、綺麗な上昇トレンドっていうのは継続かなと思います。なので、この3点目がすごく大事になってくるかなと思います。安値の切り上げラインね。ここがどこで決まってくるかによっては、まだまだ、強いビットコインっていうのは健在なのかなっていうふうな、証拠にもなるかなと思いますので、このあたりの価格帯っていうのは、次の押し目の価格帯ですね。はしっかりと、注視しておかれるといいんじゃないかなというところでございます。なので、このまま上に上がれば580万円ぐらいが一旦の、利確ポイントの検討ポイントで、もう一段階上がってくるんであれば700万付近まで上がってくんじゃねえのみたいなところも、夢見れますので、このあたりはちょっとチェックしておいてください。はい、ただこのままね、まあある意味ちょっとね、ヘッド&ショルダー的な形になってるんですけど、このままもしこの赤いチャンネル、要は上昇トレンドのトレンドラインを割ってくるようなことがあれば、一旦下はちょっと怖くなってきますよというところ。そうなってくると420万付近から300、先の言ってた90万付近、このあたりはまで下がってくる可能性がありますので、ここはねしっかりと下も意識はしておいてください。はい、なので割ると、怖いなっていうところでいくと、そうね、480万円を実体で、冷やしレベルの実体で割るようなことがあれば、ちょっと下に加速する可能性があるので、ここはちょっと注意が必要です。はい、よいしょ、というところでございます。ちょっとね、時間が時間なので駆け足になりますが、すいません。今日はちょっとね、ニュースが長々としてしまったので、よいしょ、チャート分析はちょっとだけ駆け足でいきます。今1時間足、戻しました。で、一応ね、ここがね、さ、昨日言ってたチャンネルね、下降チャンネルを抜けて上昇してきたと、上昇強いよねっていうところでしたよね。で、このまま上がってきたらこのグレーゾーンまでは行くんじゃないのっていうところで、まあちょっと届かずぐらいですが、まあ、ギリギリ、のところまで上がってきたいと。だからもう一度上がってくるのかどうかっていうところなんですが、僕のこの、強い時のビットコインのイメージでいくと、1時間足ですら、まずね、 EMA の 7の期間の線、 EMA7、7EMA、 これは絶対出しておいてほしいんですけど、 EMA の7に食い込んで、すぐに、大きな上昇する。で、食い込んでは上昇するっていうのを繰り返していきますので、この上昇トレンド、強い上昇トレンドっていうのが続くのであれば、EMA の7に食い込んだ、ちょうど今ですよね。Just now ですよ。Just now を、会話としてですね、上がってきたら利確していくと。で、また下がってきたところで EMA の7に食い込んだところでまた買っていくと。で、また上がってきたところを、取っていくという感じでも十分ね、大きな利益を取れるような、まあ、要はイージー相場みたいな形になってくる可能性があるので、このあたりはちょっと EMA の7っていうのは注視しておいてください。すごく大事な、ポイントになってくるかなと思います。はい。逆に EMA の7を抜けてしまうと、ちょっとね、大きく下がってきたりとか、EMA の25とか 25EMA、この付近まで下がってくる可能性があるので、このあたりはちょっと注意が必要でございます。はい、なのでもう一回ね、この前回の高値、直近高値ですね、ビットコインは直近高値超えてますが、直近高値の515万、この付近まで下がってきて、要はここ底堅いよねっていうところを、規定した上でもう一回上がってくるっていう可能性もありますので、一旦515万付近まで下がってきたら買いを検討してもいいのかなというところですね。ただ今現状はね、ちょうど EMA の7に食い込んできてますので、この辺りで一旦ロングのポジションを取っておいて、 EMA の7を実体で抜けてきたら損切りするみたいな方法は、ありよりはべり今そこありかなというところでございますので、ぜひね、参考にしてみてください。ただやっぱりね、上は550万の付近はちょっと強めに買い圧入ってくるんじゃないかなと思ってます。サポートとレジスタンスラインが、転換したポイントなので、この辺りの価格帯っていうのはちょっと注目しておく必要があるかなっていうところでございます。はい、でそのまま上がってきた場合は、さっき言ってた580万円付近、ここは次の注目ポイントになってくるかなというところですね。はい、ちょうどね、この戻り高値を作ったラインでもあるので、かなりね、レジスタンスラインが集結してます。さっき言ってた青い、チャンネルの上限で、新しく引いた鮮度の高いチャンネルの中央線で、戻り高値の、ライン、このラインが全てね、集結してるのが580万円付近になってきますので、この辺りはぜひさ、注目しておいてください。利確を検討するポイントとして、価格帯を覚えておいてくださいということでございます。はい、もうやばい、時間が時間やわ。ちょっと待ってや。
これビットコインね、ビットコインの、もうここは1時間しから行きます。日足はね、同じような形でトレースしてください、円建てのね。よいしょ。で、同じくですね、逆三ゾーンみたいな形、クレヨンしんちゃんのおつんつんチャートをつけて上昇してきてますよというところ。で、ドル建てに関して言っても、EMA の7、7EMA を出しといてもらえると、結構ね、強い指標になる可能性が高いです。うん。変動小で、トレンドあり、上昇トレンドの場合、結構ね、この EMA の7が効いてくる可能性があるので、まあ、このあたりはぜひ出しておいてください。今現状も EMA の7に食い込んで、下髭がグイッと出てきてますので、このまま、前回の高値を超えてくるのであれば、僕はね、この5万ドルをぶち抜いて、つい5万2000ドル付近が、レジスタンスラインになるんじゃないかなというふうに思っております。はい。で、続きましてが、そうですね、5万3000ドル付近、このあたりが、日足レベルのチャンネル。古い方のチャンネルですね、円建てでいう青いチャンネルの方の、上限の線になってきますので5万3000ドル付近が一旦、利確ポイントになってくるんじゃなかろうかというところでございます。はい。ただまあ、さっきも言ったみたいにここから落ちてくるという可能性は全然ありますので、下は絶対ないっていう風に、見ないようにだけ注意点は覚えておいてください。はい。で、続きましてがイーサリアムね。イーサリアムがね、イーサリアムもまあ同じくなんですが、よいしょ、これね、イーサリアムの方がビットコインに似てるかなっていうところ、よいしょ、前回直近安値ですね、直近、ごめんなさい、直近高値はもうブレイクアップしてます。で、ロールリバーサルが起こってるので、かなり強い状況かなっていうところでございます。で、ビットコインにも酷似してます、チャートでいくとね。はい。ちょっと右肩上がりになってますが、逆三ゾーン近っぽい形。まあ、昨日言ってた時点ではダブルボトムですね。の形をつけて上昇してきていると。で、EMA の7に食い込んだら、そのまま大きく上がってくる。で、また今食い込んで上がってきていると。で、今ちょっと上髭出してきてるので、もしかしたら抜けるかもしらんけど、今もね、EMA の7に食い込んでる状態なので、買っていければ、次のね、上昇を取っていけるような状況でございますよというところ。はい。で、まだ、もう一つポイントがあって、さっきのビットコインと同じくして、このね、青いライン、1520、10とかそれぐらいかな、20から10ぐらい、1520付近は、前回のね、安値であり、直近高値の、ラインになってきますので、このあたりをもう一回、硬さを規定するために、ヒゲとかでね、触れに来て、一気に上がってくるという可能性もありますので、このあたり2つのポイントを、買いポイントにしておけばいいんじゃないかなというところ。はい。で、もし、利確を検討するポイントってなってくると1600、ぐらいかな、1600後半、1700付近、このあたりが、利確、一つ目の利確ポイントになってくるかなというところ。もう一つ上になってくると、1800ですね。はい。1700抜けたら1800と。このあたりが、切り板ですし、戻り高値である、ラインにも食い込んできますので、このあたりは皆さんのね、利確ポイントとして、ちょっとね、価格帯は抑えておいてください。はい。で、ビットコインが下がれば同じくしてこれに関しては下がると思いますので、ここはね、ビットコインの、動向はしっかりとね、目で追っておいてください。はい。で、リップル。僕はリップルが一番弱いかなと思いつつも、逆に言うと、買っていってもいいポイントっていうのも出てくるかなと思ってるんですが、リップルがね、ビットコイン、イーサリアム、これに関して言うと、もう直近高値を抜けてます。で、ロールリバーサルが起こって、上髭を出して下落してきている状況なんですが、リップルに関して言うと、戻り高値、高値ですね、直近高値の 0.45 っていうところは、実は抜けれてないです。2回とも上髭で跳ね返されているような状況。なので、これはね、一つポイントとしては、ここ 0.45 抜けてきた後のロールリバーサルは狙っていけるよねっていうところ。はい。要はサポレジ転換、ネジサポ転換ですね、のポイントは狙っていけるかなと思いますので、このあたりは買いを検討してもいいかなと、もし抜けた場合はね。ただ、これずっと僕言ってきてますけど、リップルは上げ半人前、下げ1人前、これほんまにもう皆さん覚えておいてください。リップルは上げ半人前のくせに下げだけみんなと一緒ぐらい下がるから、それに関して言うと、ビットコインがもしここから下がるようなことがあれば、同じくして下がる可能性が高いです。はい、ここはしっかりと押さえておいてください。はい、もうこれは僕の経験上ですね、リップルは上げ半人前、下げ1人前。これはもう皆さん、もう一つのもう合言葉として覚えておいてください。はい、もうこれはもう間違いないので、はい、もうずっと見てきた結果ですね。ただ、爆上げするときは、単独で勝手に上がっていきますので、このあたりも、まあ、リップルの一つの魅力かなというところですね。はい、なので、まあ、一つのポイントとしては、独自に動くのであれば、一旦ね、この 0.45 抜けた後に、ここをロールリバーサル、サポレジ転換が起こって上昇点に転じるというところは取っていけるんじゃないかなと。まだチャンスが残ってるのはリップルかなという感じでは見て取れますので、まあこのあたりはぜひね 0.45 抜けた後、ブレイクアップした後は、買いポイントの、選択、考えを、まとめておいていただけると、エントリーしやすいかなというところでございます。はい。というわけでね、今日も、いつも通り25分というところで、今日は以上で終わりたいかなというふうに思います。はい。まあ3月始まってですね、まあかなりこう弱気になりそうとかね、まあいろいろ、まあ、賛否両論常にあるんですよ。上下はね。
あの絶対相場なんて上しかない下しかないはもうこれずっと言ってますけどありえないので、どっちもある上も下も常にどっちもある状況がまあ投資というかチャートというものになりますので、まあこのあたりはね、あのどっちがどっちとかではなくて自分のマイルールに従ってしっかりと損切りして利確してっていうことができる人がまあ一番強いのかなというふうに思いますので、まあ僕のね日々言っている利確ポイントであったりとか意識的なポイントっていうのをまあ皆さんのトレードのね参考にしてもらった上で自分のマイルールに当てはめてトレードしていくっていうのが一番ね、上達への近道かなというふうに感じておりますので、ぜひねこれは、参考にしてもらって引き続きね僕の動画をチャンネル登録とグッドボタンを押して、見続けてもらえるといいかなというふうに思います。はい、で冒頭に言いましたが、バイビットのね、入金ボーナスキャンペーンが来週の月曜までもう間もなく終了となりますので、今度こそ終了よ、もうだいぶずるずる伸ばしてきたけど、今度こそ終了で、プラス僕のね Amazon ギフト券の1000円分のプレゼントもそれが終わり次第、まあ、当選は発表をね、メールに思って発表させてもらいますので、そちらでメールが来たらお Amazon ギフト券も1000円当たったらラッキーっていう感じで Amazon でねぜひ買い物していただけたらなというふうに思います。特に Amazon からお金はいただいておりません。はい、というわけでね今日は以上で終わりたいと思います。また明日の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。本日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちら、リアルタイムトレードの情報は Twitter のフォロー、質問や応援メッセージはオフィシャル LINE の友達追加もぜひよろしくお願いいたします。詳しくは動画の概要欄をご覧ください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。